はい、どうも、岩店長です。今日ですね、ちょっと、2019年4月21日なんですけども、今日さっきね、あの配達証明がこう届きましてですね、こう見ていただきたいんですけど、これ私の本名ですけど、これね、写ってこれ検証会の法務部、弁護士藤村雄大さん、弁護士菅原勝人さんからですね、こう配達証明が届きましてですね、ちょっと開封動画というか、撮っていきたいというふうに思います、はい、もう一つ検証会に関する動画をね、何本か上げてたんで、それに関することかなと思うんですけども、何が書いてあるのかな、これね、楽しみですね。開封、めっちゃ 笑ってんじゃないですか。楽しみですね、はい。ちょっとあの内容を映すとね、またあの著作権があるのかと言われちゃう可能性があるからね、こう、うん、ですか、通知、ちょっと軽く読んでいきますこれね、うん、埼玉市、だから検証会法務部、通知人山崎修田なんか、なんか、なんか、うん、で、同代理人、あとポリスについて検証会のこの前動画に出した方たちですね、が、で代理人弁護士の藤村雄大さん、菅原勝人さんから、通知書、当初から通知人らの代理人として記念に本書を送付いたします。記念は 本年1月5日池袋駅付近の書店内において、通知人 山崎、と、他1名との会話を無断で録音し、同月6日時和台付近の飲食店内において、通知人山崎及び吉田との会話を無断で録音し、同日富士大黒寺検証会東京会館内し、時和台付近において通知人田村との会話を同意の人の意に反して録音しました。録音に来た通知人らは削除及び公開したことを明示に要求しました。しかるに、記念は通知人の要請を無視して YouTube において不特定多数に公開し、現在も公開し続けていますと。なんですか、記念の友人とおぼしきなる人物に限って、自分の趣味や過去の体験談ら、進行する団体について話したのであり、特定不特定多数に向けて公開されることは全く予定していませんでした。現在通知人らは私的な会話内容や進行する団体について心情に関する事項、個人情報保護法2条3項の要配慮個人情報に該当しますを、そのように反して特定多数人に対して公開されており、プライバシーを著しく侵害しています。通知人はあくまで一知人であり、会話内容も不特定多数に向けて公開されることを全く予定していない私的な会話だったことを踏まえれば、既定無断録音及び無断効果に対してプライバシー侵害の違法性を阻却するほどの理由を認められません。むしろ既定のその違法性は高い数言わざるを得ませんと。で、よって通知人らは既定に対して人格権ないし人格的利益に基づき、会話は無断録音ですが直ちに削除することを要請しますと。また仮に既定が、以外において動画を公開する場合にはうんぬんかんぬんと、いうことで、上記要請につきまして本書到達後、1週間以内に書面にて当初ぐらいにご回答ください。ご回答いただけた場合には、心ならずの法的措置を取ることを検討いたします。なお本件につきましては当初から委任していますので通知人に直接取ることはご遠慮くださいということで、弁護士の先生からですね連絡が来たということで、要するにその無断に録音したのを公開するなということですけれども、まあ、ちょっとパッと僕が思ったこととしては、あの、まあ、僕らだけにこう言ったということなわけですけど、検証会の方はこう不特定多数の方をこう勧誘していると、池袋駅付近でと。でそれはちょっと何て言うんでしょうね、不特定多数に公開されることを、やってないといえども、僕らも初めて会った人だったわけでして、それこそその何て言うんでしょうね、検証会がこう本人の意思に反してこう車の中でこうなんか強制的にこう宗教関与したりだとか、そういったことを行っていることも鑑みればですね、何か危険なことがあるかもわかんないわけでして、それはちょっとですね、録音するのがその本人の意に反するっていうのもちょっとね、なんとも言わざるを得ないというような感じの出来事でございました。で、まあ、回答はちょっとするかどうかはわかんないですけれども、まあ、ちょっとこの動画ね、速報ということでお伝えしたいと思います。はい、まあ、ということでね、ちょっとあの検証会、あちらの方の言い分もね、まあ、個人情報だとかっていうのもわかるんですけれども、まあ、ちょっと私の方にも言い分がありますので、先ほどのようなね、基本的にはその弁護士、私も法務弁護士がいますので、一任してですね、あの法的な処理はお任せしたいと思います。まあ、で、逐一状況とかはね、YouTube で、アップロードしていこうと思うので、いろいろ意見とか聞かせてください。はい、チャンネル登録、高評価お願いいたします。バイバイ。